やっと来たね。君を待ってる間にもう詩が何作もできちゃったよ。いいよ、古本。親愛なる友よ、何か僕に話したいことでもあるのかな。そっか、僕の勇者さん、お疲れ様。君の気持ちはすっごくわかるよ。落ち込んでいる時は口に入れたリンゴですら味を感じなくなる。そんな時は気持ちよーく一眠りすればだいぶ楽になるはずだ。ほら、僕の肩を貸してあげるから。とにかく安心して、僕を必要とするときはいつでも君のそばにいるから。やっと来たね。君を待ってる間にもう詩が何作もできちゃったよ。パーティーを開こう。それから仲のいい友達を呼ぶんだ。僕もとっておきのお酒を出すからさ。場所はいっそのことここにしよう。空き地にベンチや綺麗な花を置いてパーティーを開ける庭にするんだ。もちろん、久しぶりにメドレーを歌っちゃおうかな。何か聞きたい歌はある？事前に練習するから。もちろん、それほど時間はかからないけど。I could be, I could be your boyfriend. Suddenly, suddenly you're lying. あ、そうだ。君の得意料理を用意してくれないかな。何でもいいよ。君の料理が食べたい。でしょでしょ、すごく盛り上がると思うよ。よし、じゃあ決まりだね。本当に楽しみだな。今からでも一杯飲んでお祝いしたいくらいだよ。やっと来たね。君を待ってる間にもう詩が何作もできちゃったよ。もちろんさ。この地の草木は一本一本全て君の努力の結晶だっていうのを知ってるよ。だからそれらには心の底から感謝して接してるんだ。僕が欲しいものはもうここに全部あるよ。でも僕の意見を聞いてくれるなんて嬉しいな。ありがとう。そもそも君はもっと自分のセンスに自信を持つべきだよ。ここでは君こそが主人公なんだから、大胆な試みにも思い切って挑戦してみて、君のアイデアを実現させるといい。困った時は僕も助けるからさ。